株式会社カラフルコネクトタッグ TV。 どうも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 タッグと申します。あーちゃんと申します。はじめまして、コネクターズと申します。よろしくお願いします。お願いします。でも動画見てる人はね、すごいびっくりしてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ初めてですね、まあ今年1年をですね、まあ、漫才で振り返ってみるのもどうかなというふうに思ってですね。本当ですね。はい、いいですね。なので2人で漫才やっていこうと思います。はい、じゃまずですね、今年1年振り返りたいと思うんですけど、はい、まあ1月1日にはね、マイナンバー制度というのが導入されました。個人ナンバーを特定。いや、おめえ、わかんねえだろ。わかんない。舐めてるの？うるせえよ、いいんだよ。そばすっと行くところだから。あ、マイナンバー制度というのがね、導入されましたね。うん、で、ちょっと飛ぶんですけど、まあ、6月8日にはですよ、あの113番目の元素記号、うん、ニホニウムっていうのができましたね、皆さん。覚えてますか、ちゃんと。わかるわかる。わかります、うん、え、ちょっとわかります。113番目ですよ。結構言ってますよ、まず。水平。でも時間かかるわ、お前。そんな一個ずつ水平に米国の船から行って、もう最後、ニホニウムなんて言うんだよ、お前。ニホちゃんって言うのか。知らねえけど。チクビームみたいな。乳首は違うの。ああ、違った。何陰踏んでんだよ。すいません。ちょっと分かるけど、乳首、でも乳首からもいいよ、これ乳首。ないよ、投げんだ。お前が投げんだ。え、でも7月22日。もう7月です。あの夏にね、携帯のですよ。あれは。ゲームの流行りましたね。あれは本当に流行った。おっさん分かりますよ。分かるわ。え、じゃあちょっと言ってください。何のゲームですか。でしょ、うんちょこちょこちょこピーとかちょっと被ってたし。ゴーミヤガワ流行ってねえよ。ゴー違いだわ、それは。ポケモン GO ですよ。ああ、そっち。あの有名なポケモンのキャラクターを使ったゲームですよ。あれがやっぱ今年一番のゲームとかキャラクターだった。ちょっと待って。キャラクターで言ったらさ、うん、お前忘れたの？え、なんかありましたっけ？俺泣いたよ。泣いた？泣いた？なんかありました？お前さ、ガリガリ君値上げしたじゃん。どうでもいいよ、そんなこと。お前、どうでもいいよ。俺、どうやって生活していけばいいの？お前、今までどうやって生活してたんだよ、逆に。いや、ガリガリ君。なんでガリガリ君確かに25年ぶりに10円値上げしたんですよね、確かに。本当にした。まあでも60円から70円だったぐらいですから、うん、かなり安いですよ。まあ確かに湧きましたけどね。すごい頑張ってるんだと。はい、頑張りました。やっぱ9月、うん、9月10日にはね、あの野球ですよ、やっぱり。広島東洋カープが優勝しましたね、リーグ優勝。あれすごかったですね、あれは。しかもあれですよ、にわかカープとか流行りましたしね、にわか女子とかも流行語でも選ばれましたしね。何ですか？あんま好きじゃないんだよ。あんま好きじゃないんだよね。あんまり好きじゃないって。俺もともと広島住んでたのよ。ああ、はいはいはい。で、野球見に行った時に、はい、お父ちゃん好きだったからさ、はいはいはい、野球よく見に連れて行かれてたのよ、うんうん、忘れもしない。僕がお腹を空かして、はい、ジュースとうどんをね、はい、喜んで買って、はい、あーいってお父ちゃんのとこ戻ろうと思ってたら、練習中のホームランボールがね、ガサーってビッチャーってひっくり返してそれガキやから泣くわな。ウィーンって言ってたら、お父ちゃんとかお父ちゃんの友達がバーって、どうか大丈夫かって言って、もうウェンウェン泣きながら自分のとこ戻って席に行ったら、泣き止んでね、お腹空いたって言ったら、よし、じゃあまた買ってこいって、お金もらって、また行ったらもう一回当たってガーンって。バカじゃねえか、すげえな。え、ホームランボール2回も当たったのさ。元木だよ、元木。だいぶ昔ですね。2回当たった。相当恨みがあるぞ、元木さんに。だからね、ちょっとね、いい思い出はないかな。あ、なるほど。まあでもいいことですよ、優勝したのは。しかもですね、その9月、その9月にやっぱりでも日本一に輝いたのはリーグ優勝逆転で果たしました。やっぱり日ハムですよね。日ハムがすごかったね、あれ。あれだよね、伊藤ハムだよね。いや、お歳暮だろうね、それ伊藤ハムは。ちょっとモノマネやってよ、モノマネやってよ。なんで俺が古畑任三郎のモノマネやらないといけないんですか。ちょっとやってよ、やってよ。今ですか？今やっちゃう。いやー、そういえば、なんかミートホープのやつもあったね。なんでミートホープ？ミートホープ。ミートホープの社長だろ、お前。いつの話してんだよ、それ、お前。違った？ちげえよ、ハムはハム、ハムだけど、お前。肉でちょっと言ってるけど、ややこしいわ、お前。ごめん、ごめん。見て、そう、ちゃちゃ。すいません。あの、10月にはね、やっぱり僕ら若者を震わせました、あのゲーム発売されましたね。プレイステーション VR。あー、出たね。分かってる、なんかそれ、あー、出たねって。分かってる。なんか知ったかぶりしてる。いや、分かってるわ。じゃあ、さすがに。VR ってあるでしょ、うん、じゃあ、VR 何の略か分かります？ボブディラン。ちげえよ、お前。その年受賞されたけど、文学賞受賞したけど、違う。別に受賞者の名前があれ、あのプレイステーションつけたわけじゃねえよ、別に。あ、そうなんだ。なんでお前、ボブディランで VR、ボブでプレイステーションボブディランって誰か。ギリギリあるみたいな。ギリギリある。ボブディランの名だけだろ。L かあるか知らないけど、違います。あれはバーチャルリアリティって言うんですよ。あ、そうなんだ。はい、もう立体に映し出すようなね、空間を作れるというゲーム界でもう、
あれですよ、言葉出てこないけど、あれしたんですよ、ボブ・ディランではございません。あ、すいません。文学賞受賞しましたしね、でそのまあ11月も最近の話で言いますと、福岡で言いますと、やっぱり福岡市内博多駅前の道路陥没しちゃいましたね。あ、本当に。びっくりしましたね、あれは。あ、やっぱあの、福岡のさ、YouTuber の人とかも撮りに行って。あ、やってましたね。多かったです。福岡の YouTuber の方が確かに動画たくさん上げてました、それで。あの、俺らのさ、はいはいはい、チャンネルの中に、はいはいはい。あの、ハリガネ TV の。バリカタだわ。何でお前1個硬くなってんだわ、お前。1個硬くなってるから。バリカタ TV さ。バリカタ TV さ。何間違えてるんですか。本当すまない。思ってねえだろ、お前。絶対思ってないの。わざとでしょ、絶対。あなた言ってたじゃないですか、昨日も。ハリガネ TV って。ないですから、そんなの。では今年その僕が陥没してすぐ乗りましたね。でもそのさらに言いますとね、あの歌入りましたね、あのリズム、ピコ太郎さんの PPAP I have a pain I have a apple、うん、何やってんだよ、何やってんだよ、言ってよ、言っちゃってる、でも言っちゃってるよ、お前古いよ、それもうナダルのやつでしょ、言っちゃってるよ、それ言っちゃってるもん、古いわ、それもうね、それはね、去年かな、去年だったのかな、わかんないけど、もうそれ古いですから。あ、すいません。はい、もういいですよ、そんなの。ちょっとやっぱジェネレーションギャップがね、発生しますね、やっぱり、はい。しょうがない、それはしょうがない。もうネタ飛ばしたけどね、お前。スッとネタ飛ばしたけどね、そこで普通だったら、まあ、言っちゃってるって言った後に、俺がそのフリーを打った後に、やめとけよ。流行対処って、いや、まあ、それ、かねってるだろ。本当に恥ずかしいやつだから、やめとけよ。まあ、全部流すから。本当に恥ずかしいから。まあ、流行った言葉で言えば、やっぱり今年の漢字一字、うん、金って決まりましたね。金とも読むし、金とも読むって意味で、金で決まりましたね。あの、メダル取って、メダルって金が一番多かった年、金メダルですね。さらに言うとですよ、トランプ氏の髪型が金だとか、さらには言うとですよ、あの政治のお金のいろいろうんぬんかんぬんなりましたね、そんな今年の感じで金になりましたけども。あれ違うから。全部違うから。なぜ全部違う。金って発表してるやついたでしょ。発表してるやつ。あの、お坊さん、お坊さんですね。そう、ありましたね。髪ないからさ。だからトランプの頭が金だからだとか。やめとけ、そんなわけじゃないし、絶対。やきもちはいてんだよ。まあまあでもちょっとね思うんですよ、海外のなんか関係ないですよね、あんまりアメリカの。そう、日本のあれじゃん。そうですね、まあまあそうですけども、それはいいとしましょう。別にあれ、借りないから嫉妬して金にしたわけじゃないから、あいつ髪型金にしやがってとか、あのトランプさんもないですから、もうそういうこと言うなよ。お前やっぱりね、僕ら若者の中で一番流行ったことといえば、年末にありましたね、あのドラマ。あのドラマですよ、逃げるは恥だが役に立つ、逃げ恥なんて呼ばれましたね、その中で歌われた恋、さらにはその恋の中で恋ダンス。僕もね、必死に覚えてね、やっと覚えることができたんですよ。お前踊れんの？踊ります踊ります。じゃあ俺歌うからさ、ちょっとあの踊ってよ。あ、じゃあ歌ってもらってもいいですか？あ、お願いします。愛することそう、松山千春じゃねえかよ、それ。松山千春の恋だわ、お前。それ逆にどうやって踊るんだよ、お前。それ踊りあったのかよ、逆にお前。わかんないけど。そっちじゃないよ。おっさん、古すぎんだよ。そっちじゃない。なんでそっちとそっち比べてんの？松山千春の恋じゃないから。違うの？星野さんの恋の方だから。すいません。全然違うじゃん。そっちは僕わかんないです。そっちわかんない。こっちわかんないで松山千春って言って、誰がわかるんですか、まず見てる人って、そんな値段の古いやつが。お茶の間もう来てるから。来てねえよ。来るわけねえだろうが、そんなもん。いや、まあ、いろいろありましたけど、1年間。まあ、僕らの中でですよ、一番やっぱ大きく変わったことっていうのは、うん、やっぱりですよ、うん、やっぱ僕たちが、うん、YouTube 始めたことですね。一番どうでもいいわ。そういうこと言えない。もういいよ。どうもありがとうございました。今年1年間よろしくお願いします。あ、来年もか。よろしくお願いします。お願いします。この空気感ね。どうだった？え？どうだった？俺の初漫才先生どうだった？え、すごい良かったと思いますよ。本当？昨日勉強したんだよ、一生懸命。何見て勉強したんですか？大きい動機。やめとけよ、お前。一番何のためにもなんだよ。そういうこと言うの？